問題が残されておる。その一つが未だ多くの人類が犠牲となっている交通事故だ。中でも我が輩が気になっているのは、横断歩道を利用しないで道路を渡る歩行者がいることだ。おい、危ないぞ。道路を渡るときは横断歩道だ。だって横断歩道よりこっちの方が近道なんだもん。うわ、それが法律に違反しているとしたら。え、道路交通法では横断歩道のある場所の近くで道路を横断する場合、歩行者は横断歩道を利用しなければならないと定められています。法律違反なんだ。法律の問題だけでなく、横断歩道以外は車は減速しないで走行しているのだから、とても危険な行為と言える。わかりました、ごめんなさい。ん？今度は道路を斜めに横断してるではないか。なんという危険な行為だ。道路交通法では斜めに道路を横断することが認められている場合を除き、道路の斜め横断は禁止されています。さっきは危なかったわ。道路を斜めに横断するということは、その分距離も長くなるのだから危険も増える。交通事故を引き起こす危険性のある極めて危険な行為。反省します。道路を横断する際、近くに横断歩道があれば利用し、なければ十分に安全を確認し、最短距離を横断するようにしてほしい。いろいろ教えてくれてありがとうございます。道路を歩く全人類に次ぐ、横断歩道以外で道路を横断したり斜めに横断してはならない。近くに横断歩道がある場合は利用せよ。地球から交通事故を撲滅するのだ。